はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は今まで作ったことがない、ちょっと変わった兵器を作って戦っていこうと思います。まあ、いつも変わった兵器やけどな。それで何作るん？すでにサムネでお分かりかと思いますが、ヘリウス魚雷発射艦を作ろうと思います。待て、それ大砲とか機銃やないやん。もちろんそれで戦うからね。どう考えても無理やろ。まあ地獄の地獄が待っていることになるのですが、とりあえず作っていきましょう。ちなみに魚雷を作ってほしいというリクエストは1件いただいています。いやいや、どう考えても無理なリクエストやろ。では制作に入っていくんだけど、とりあえず履帯は不要なので適当に追索して、魚雷発射艦を乗せる構造が砲台のような円柱にしておきます。これは前紹介した円柱の作り方参考やな。それで魚雷発射艦のサイズがちょっとよくわからなかったんだけど、円柱の直径は6メートルにしておきました。これまたでかいな、でかすぎやん。で、どの魚雷発射艦を作ろうか迷ったんだけど、せっかく作るなら強いのがいいかなと思って、零式61センチ5連装魚雷発射艦を作ることにしました。これか。ほら、男の子強いの好きだからね。そうなん。それで中心に軸を立てて、魚雷発射艦の土台部分を作ります。直径は3メートルくらいにしておきましょう。次に作るのはこの本体部分。四角い構造か。問題なのはこのサイズが全くわからない。そこで92式魚雷発射艦の資料から5連装に拡大したものを作ることにしました。このシールドで覆われた構造の部分で最も幅が広いところは5メートル40センチくらい。側面は角度が異なる3面構造で作りました。最も長いこの部分は190センチ。次の面は180センチくらい。ここはほどほど内側に傾いていたみたいね。さらにその後部は140センチ。私が測った限り20度ほど傾いていました。結構複雑なんやな。作りやすい四角い箱にしないのがデザイン性が高いよね。それで上方向は3段に変化していて、2段目の部分は高さ110センチくらい、15度ほど内側に傾いていました。そして天板部分は5度傾いていたみたいね。おお、形なってきたで。正面のこの部分は15度くらいかな。何かおかしい。いつもおかしい。みんなどこがおかしいかわかるかな？これね、ぺったんこなんだよね、ぺったんこ。ほんまや、サイズがおかしいな。作ってるとき本当に気づかないからね。修正は天板部分を選択して上に引っ張り上げるだけ。今気づいてよかったな。あとは、お尻の部分をギュッと上に20度上げて、この部分もちょっと下げればシールド部分は完成だね。おお、形できた。形状はそこまで複雑じゃないので作りやすいね。マウスの砲塔と比べると3倍くらいあるで。次に作るのは最も大変だった魚雷発射艦の先端部分。これはアメリカの構造なんだけど、見た目が違うだけで形状はほぼ同じです。雨どいをひっくり返したような構造なんか。とりあえず、魚雷発射艦と模擬魚雷を乗せるベースを作りました。ここに乗せるのは5つの四方です。出た！もちろん250ミリの極太。もっと高くしておきましょう。ちなみにこの方針、後から分かったのですが、1本20トンの重さがあります。待て、5本で100トンやん。あかねちゃん何人分なのかみんな計算してみてね。とりあえず先に魚雷を作ります。魚雷の形状に合わせて発射管を作らんとあかんからな。作り方は円柱の先端を選択して、エクステンドで盛り上げて縮める方法だね。こんな感じでいいかな？魚雷できた。それで発射管を作る円柱にガッチャン。あとは門松みたいに斜めにカットするだけやな。そうなんだけど、魚雷と発射管に隙間があるから間隔を空けないとダメなんだよね。円柱の頂点をいろいろ触りながら内部をくり抜いた感じにしたいんだけど作れない。結構いい感じにできたんだけど、形がおかしいというか触っていると形状が崩壊。結局4回も失敗して精神も崩壊。くさ。そこでゆかりちゃんを見ていたら、太い板から作ればいいんじゃないかと思いついちゃったんだよね。何？これが大成功。難しかった先っちょ部分も簡単に作れるようになりました。板から作る方法だと何がいいかって形がすごく綺麗。想像以上に作りやすい。はい、こんな感じにできました。おお、ええやん。とりあえず撤去していた手法をつけて問題ないか試験します。作り終わって攻撃できんではあかんからな。よいしょ。方針が横向いとる。まっすぐにして試し撃ち。爆発しとるやん。まあ細かいことは見なかったことにして、発射管に節のような構造を作れば完成だね。何言ってんねん。一つ作ればあとは形状をコピーするだけ。方針もボイボイっとつけて。
極太の魚雷もポイポイっとつければこの部分は完成だね。形なってきたで。ズンちゃん不安症なのでちゃんと撃てるのかもう一回試験します。なんて。完璧ですね。旋回はどうかな。ちょバグった。何してんねん。本当に。あーポイント。誰か止める。動作に問題はありませんでした。ここに問題があるのがオルで。一番難しい部分は作り終えたので、あとは頑張って仕上げていきます。この魚雷室というのかよくわかりませんが、左側の幅が広くなっていました。ほう。ちなみに、零式五連装魚雷でもそうなっていたのかは不明です。カメラをぐるっと回して後部。飛び出た魚雷発射管のお尻側だね。目安として長さは1メートルくらいあったようです。この後部には複数の細かいパーツがついていたのですが、今回は省略。大きく目立つ主要装備だけ、既存の装飾パーツを組み合わせて作りました。スプロケットはゲーム内の装飾であれば自作パーツに載せたまま保存できるので、コピーして使いやすいという理由だね。これ9本分作らんとあかんからな。このハンドルだけは載せた方がいいので、以前作ったロードローラーのものを流用しました。完成したら後ろを読み出してハンドルをつければ完成だね。ちなみにこれなんなん。装填扉開閉ハンドルってなってたね。はい、こんな感じで後ろも完成しました。装飾つけるとそれっぽくなるな。ゆるふわ軍事チャンネル。それでは全体的な形を仕上げていきましょう。まず、魚雷発射管が飛び出ていたところは、凹んでいたというか、段差ができていました。細かい形状は作るのが面倒なので、別のキューブを組み合わせて形を作った方がいいね。無理に作るとまた頂点だらけになるからな。頂点ができる以外も、乗せた装飾が全部ずれる変なバグがあるからね。次に前方についていたこの構造。これは、下にあるのが全部窓って紹介されているね。窓なんか。それで最初に作る周りの部分は雨とか水が入らないようなものなのかな。よく見ると魚雷の上のところまで入っとる感じなんやな。窓のバッテンは装甲板を入れて作るといいね。ここにも入れれば完成。両脇にあった窓も全部装甲板で形を作ります。既存の装飾を使うと楽でええな。こういうのも自分で作ったものを登録できるようになるといいんだけどね。次は側面のドア。このようなパーツは全部自作だね。丸い形を作るときはデカールで下書きすると作りやすい。扉の部分はエクステンド工法で積み上げて作りました。角のような形状も作れば完成。次は毎回ついとる登り降りするステップやな。頂点数が増えすぎると困るのでカクカクしたままで作りました。同じ要領で側面についている手すりのような構造。これも毎回ついとるな。あとは天板装飾だね。正規末の肩パッドのようになっていますが、これは支柱を立てる位置を示しています。こんな感じで、伸ばして支柱を作って、伸ばして支柱を作っての繰り返し。半分ゆるふわ建築チャンネルやん。前作ったガレージ戦車の手すり構造が当たり前のように作るようになるとは思わなかったね。ここまで来ると完成間近。通風口をポイッと乗せて。これは、観測窓だね。キューポラみたいな感じか。最後に大量のリベットをつければ完成です。それでは完成した魚雷発射管を見ていきましょう。もう何のゲームや。重量276トン。重すぎや。さっきもちょっと言ったけど、方針構造だけで100トンくらいあるからね。全体の構造もかなり大きいので、ガチ装甲を入れるとさらに重くなります。ギリギリ抜かれん最低限の装甲って感じやな。手法は14口径250ミリ5連装砲。制作時間は8時間となりました。結構かかったな。作り直しした箇所が結構多かったからね。発射管のところか。それでマウスと比較するとこんなサイズ感だね。これもうちょっと小さいかと思っとったんやけど相当でかいで。魚雷が61センチあるからね。マウスの砲塔が抽選車に見えるくらいや。では、もうちょっとわかりやすく兵器見学ツアーをしていきましょう。はい、多分3回目になる等身大で見るツアーのお時間です。謎の配管のお時間よりもマシになったで。また今度やるからね。お楽しみに。いらんいらん。正面でどやっているのは身長170センチくらいに設定したゆかりちゃんパネル。この高さを目安にカメラを移動していこうと思います。最初は魚雷や。塗装機能があれなので若干荒いのはご了承ください。私も詳しくはわからないので何とも言えないのですが、この魚雷発射管は、島風型駆逐艦に搭載されていたモデルで、従来型ではなく、新規に設計されたものが採用されました。そうなんか。
ちなみに、ヌヌレンソウのものを2機乗せるという計画があったものの、故障時に人間の力では動かせないなど、いろいろと問題があったらしく、搭載計画は断念されて、5連装3機が採用されたと記載されていました。後ろ側はこんな感じ。もうちょっとハンドルを大きく作ればよかったね。完全に設計ミスやん。まあこんな感じと雰囲気だけ感じてくださいね。それでは天板部分に登っていきましょう。よいしょ。これ結構広いな。戦車の天板とかに比べると数倍は広い感じだね。後ろ側はこんな感じ。転げ落ちたらさすがに怪我する高さや。前に移動しましょう。おう、こんな感じか。実際だったら海がずっと広がってるんだよね。下には魚雷発射艦の先端や。左下にはゆかりちゃん。このくらいの高さか。駆逐艦にはもうちょっと高い位置についていました。やっぱりでかいな。これが魚雷を収めた構造とは思えんで。発射する魚雷も60エッセンチが5本横にあるので、これだけでも3メートル程度になるからね。この大きさがないと十分なダメージが入らんかったということやな。はい、では下に降りましょう。せっかくなので内部も見ていきます。もちろん見えない部分なので一切構造は作っていません。空間の広さを感じていただければと思います。実物はここに操作関連のものがたくさんついとったんか。あと天井までの高さが結構あるで。左前方の隅に移動するとこんな感じ。やっぱり内部はかなり広いな。ここからも戦車の砲塔とは比べ物にならない大きさになるね。声とか張り上げんと奥の人まで伝わらんな。みんななんとなくわかったかな？外に出ると手すりがあるんだけど、側面を伝って前とか後ろに行くときに使うのかな？はい、目安になるのですが、なんとなくサイズを感じていただけたと思います。みんなよくできていると思ったら、コメントとかいいねとかしてな。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。このままでは始められないので、重量をシナリオ上限の180トンまで落として、砲弾は200ミリ、そのまま飛ばすのもあれなので、消費砲にして遊んでいこうと思います。消費砲ってあれやん、地面を跳ねて撃破する感じの。そう、前試験的に作ったやつだね。いつものように私は砲手というか射手やるから、ゆかりちゃんは装填手。あかねちゃんは旋回手やってね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。まともに戦闘できるようにいろいろ調整したんだけど、高さはこのくらいだと砲弾が地面を進みやすいことがわかりました。あと装甲やな。重量の制限から装甲も正面が80ミリ、側面も50ミリしか乗せれないね。まあなんとかなるやろ。敵さんが出てくるまで勝った。一時の方向敵戦車や。この魚雷発射艦というか長飛砲、問題があって、もっと近づかないと狙えない。ポンコツすぎるやろ。あいな、笑な。毎回何笑てんねん。あかねちゃん左向けて左。左向けるで。人見たのような餌来た。いつも以上にテンション高いな。行くよー、発射。あれ？どうなったん？砲弾が行方不明。何やってんねん。ゆかりちゃん装填急いで。了解。装填遅いよ。今撃ったばかりだろ。ちなみに聞くけど一発何キロほどあるん？直径20センチ、全長120センチ、重量200キログラムだね。どんな砲弾や。こうしないとゆっくり飛んでいかないんだよね。装填。行きます。ゆかりちゃんのびっちり手汗がついた砲弾。なんか言ったか。次はどうや？みんな今の見た？イルカみたいに飛び越えていっとるやん。ゆかりちゃん早く装填。了解。大胸筋でちゃちゃった装填。重すぎるだろ。装填。手汗どころか他の汗もついてる疑惑がある砲弾発射。さっきから何言ってんねん。あれ？ちょ、撃破されとるやん。あのね、正直言ってこれで戦うのは無理。やっぱり自走しないとダメだね。ここに1台、野生のチハがいます。来たでこれ。親方、空から5連装魚雷発射艦だ。女の子のないけどこれが 120% ないで。数あるチハの改造モデルで、さすがに魚雷発射艦を搭載したものは作られたことがないはず。さらにそれで戦うのはこのチャンネルが史上初だと思います。皆さん、哀れに感じたらぜひチャンネル登録してあげてください。
ちなみに使用している砲弾は直径が25センチに対して全長が10センチしかありません。久しぶりに来たでペッタンコ砲弾。みんな行くよ。よいしょ、めちゃグワングワンしとるで。あかねちゃん発進。行くで。これはあかん、めちゃ加速力がない。エンジンなんだけど自負の出力だと全然ダメだったので念のため1000馬力くらいのものに換算しています。それでもこれか、坂道があるともう全然登れないね。それで方針というか偽装砲塔はこんな感じで動きます。もう明らかにおかしいやん。横に向けるとこうなるね。チョコレ横転するで。あと魚雷発射管があまりに大きすぎて上から見ると車体が全然見えないね。これもう神さん状態や。うん、バランスが非常に悪い。では敵さんが出てくるまでカット。丘の向こうに複数の敵戦車。なんかこっちに反応しとらん感じやな。多分車体の一番高いところが敵戦車から見えていないとこうなるっぽいんだよね。射撃ミス。今のうちに撃破や。側面にニヤンと命中。射撃ミス。もう当たったというか偶然当たった。まずい、敵に気づかれた。アカネちゃんパック交代するで。よいしょ、敵戦車撃破。攻撃される前に撃破するしかない。さらに敵戦車撃破。おお、いい感じや。自破の走行は全然ないから接近されると非常にまずい。敵戦車離隊で冗談。ちょっと待って。よいしょ、地面に着弾。どこ狙ってんねん。これに照準ずらしてつけないと煙とかで全然見えないんだよね。新手の敵戦車接近中。くらえ、正面走行に積んだろう。全弾冗談。250mm 使うとこれがあるから嫌なんだよね。エアラジック発射。ちょっと待、ただのステンチ製汚水タンクも爆発。それ別の投稿者さんやろ。たまたま回収戦車とコラボでいい映像が撮れて大満足。それは良かったな。この調子で撃破していくよ。全部冗談。おお、今がチャンスや。あっちょ、あれ、射撃ミス。やられとるやん。ちょっと今のは惜しかったね。はい、時間もあれなのでこのくらいで終わっておきましょう。戻ってきました。作った魚雷発射管どうだったかな。どうだったかなって明らかに陸で戦うような兵器やないな。そうね、ちょっと難しいかなとは思っていたんだけど作ってみたくなるんだよね。ほら、1分の1でどのくらいのサイズ感なのか確かめたくなる感じ。まあそれは良かったな、中も見れたし。次はどのような兵器を作るのか、ぜひ楽しみに待っていてくださいね。最後までご視聴、ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容から、ゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かった、と思った方は、ぜひチャンネル登録してくださいね。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。